皆さんこんにちは。今回は単語の言葉遊びです。四角に文字を入れて、このように赤い枠、緑の枠で完成する2つの単語を作ってください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はねでした。赤い枠は昼寝、緑の枠は寝言となりました。このようにマスの中に共通する文字を入れて単語を完成させてください。答えが複数見つかった場合はぜひコメントにて教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はとでした。ミント、トマトとなりましたね。次から難易度が上がりますよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はラとイでした。手洗い、雷雨となりました。さあマスが2つになりましたが、正解できましたか？4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はべとつでした。キャベツ、別腹となりましたね。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はやときでした。たこ焼き、野球となりましたね。2つの言葉を作るのは想像力や集中力を鍛える効果がありますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう？
終了です。答え合わせです。正解はピドラでした。金ピラ、ピラミッドとなりました。時間内に分かりましたか？7問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は木と伸ばし棒でした。クッキー、キーボードとなりました。キーボードといえば楽器のキーボードとパソコンなどに使うキーボードがありますが、今回は楽器のキーボードの絵にしてみましたよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は火と伸ばし棒でした。コーヒー、ヒーローとなりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はピと伸ばし棒でした。コピー、ピーマンとなりました。私たちがよく目にする緑色のピーマンは唐辛子の仲間ですが、辛みのない品種です。そして緑色をしているのは未熟果を収穫しているためで、完熟すると赤ピーマンになるんだそうですよ。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はかといでした。司会、会議となりました。最後におまけ問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄でお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。